はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴、金田ロッキーです。さあ、今日はですね、2月27日から3月5日までの皆様の誕生月別占い、こちらのタロットカードで運勢そのものを出しまして、出た目に対する提案はこの和尚禅タロットカードで出していきたいと思います。まあ年度末のゴタゴタが始まって、もう3月になったらね、みんな動き出す人が結構増えてくるんで、占いちょっと暇になるんですけれどもね、1月2月はもうみんな新しい年のことが知りたくて忙しいんですけど、まあそんな感じでね、慌ただしくもなってまいります。来週から暖かくもなってまいります。もうね、本当に花粉がぼちぼち来ておりまして、私ももう薬飲み始めまして、今年はまだマシですよ。去年ね、一気に暖かくなった日があって、そこで一気にブワー飛んだから、もう凄まじい量が飛んだんでちょっとマシなんですけど、今年なんかポツポツなんで、去年よりマシちゃうから、もう一気に飛ばれるのが一番辛いです。はい、ということで、あっという間に2月終わってしまいまして、あっという間に、桜が咲きます。はい、後悔しないようにね、3月、もう2月終わりですが、3月ね、過ごしていただきたいと思います。では早速占っていきたいと思います。はい、ではこのカードで運勢そのものを出していきます。はい、では出た目に対する提案はこちらの和尚禅タロットカードで出していきます。はい、すべてで揃いました。解説していきます。1月生まれの方、タワーのカードの聖地とバーデン、重荷のカードが出ております。ちょっとトラブル、あんまりね、重荷を背負ってるんであれば、それちょっと下ろした方がいいですよと、無理して例えばね、重いもん背負ってると人間で言えば怪我につながるじゃないですか。腰とか関節痛くなったりするじゃないですか。それと一緒でね、どん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 首絞められる、自分で自分の首絞める羽目になってしまいますので、ちょっと肩のに下ろしてね、ちょっと気持ちがやみやすい方はもう病んで迷うでしょうし、はい、ちょっと重に下ろしてね、トラブル、ちょっと問題少しでも回避できるように一回リセットするべきじゃないでしょうか。はい、そういう考えで1週間過ごしてください。はい、2月生まれの方、女帝のカードの逆位置とマインドのカードが出ております。いい部分悪い部分、頭の中ちょっとごっちゃになっている、出費があるもんだ、出すものは出したらいいんで、あれしないといけない、こうしたらいけない、いつから動こう、どうのこうの、まあもうね、やらなあかん羽目にあることやったら、もう早めに済ましてしまった方がいいですし、いろんなことやっぱりね、将来こうお金収入につながるというか、充実につながることであれば、出費はもう絶対免れないでしょうからね、今のうちにやっとこう方がいいと思いますし、はい、だからそういうもろもろ、いつからやろう、どうしていこう、はい、どういう戦略でいこう、もろもろちょっと整理してね、うまくいくように計画立てて進んでいきましょう。3月生まれの方、太陽の聖地とエクゾーション、疲弊のカードが出ております。楽しいのはいいんですけれども、ちょっと疲れ溜まってしまうでと、無理してでも遊んでたらあがんのちゃうかと、まあ楽しい仕事でもね、楽しいからいて無理がたたってしまうと、後々
こう悪い見返りが来るでっていうことですので、まあきちっとリセットしたり休んだりする、そういうのを、考えてやっていくべきではないでしょうか。はい、4月生まれの方、強行のカードの逆位置とスローイングダウンのカードが出ております。ちょっとね、仕事うまいこと言ってない部分、男女関係、人間関係、もろもろね、まあまあ法律ごとうまくいってない部分、ちょっとスローイングダウンして焦って結果になってしまうとろくなことはございませんので、まあもうね、10年かかるものも今すぐに言うたって絶対無理な話ですからね。やるべきことどういうふうに進んでいくべきか、冷静に考えたらわかると思うんですけど、そこでもう、そんなに時間かかっちゃうんだ、当たり前ですからね。はい、まあもうなんか若くしてうまいこと言ってる人とかもおるから、そことね、ついつい比べてしまうんですけれど、僕の占いに来るお客さんも結構そういう人多いんですけれどもね、時間かかるものはしょうがないんで、はい、地に足つけてじっくりやっていきましょう。はい、5月生まれの方、スターのカードの聖地とプセピティビティ、自動性のカードが出ております。受け身ですよね。はい、希望見えてきておりますけれども、もう私を見て私を受け入れてだけじゃなしに、相手受け入れることも必要ですよ。そうでないと何にもうまいこといきませんからね。押してダメなら引いてみる、で自分を売り込んでダメなら受け入れてみる、はい、そういった方な、ちょっと方針変えることによってね、意外とうまいこと言ったりしますので、みーみーみー、私私私じゃ なくてね、ちょっと相手を受け入れる余裕というものも持ってください。はい、6月生まれの方、節制のカードの聖地とクリエイティビティのカードが出ております。まあバランス取れてる、お金セーブしないといけない時に、まあちゃんと、セーブできてる、そういった風な、バランスですよね。うん、で、ただまあさらにちょっといい方に動かしていくには、考えてみたらいいし、今までやってたやり方よりもちょっと新しいやり方試してみるもいいと思います。うまくいってたとしても、もっといいやり方があるかもわかんないのでね、外に目を向けていったら、さらに、あなたの人生良くなると思いますので、はい、そこもちょっとこれ面白いなということは、ちょっと試してみてください。はい、7月生まれの方、力のカードの逆位とパストライブス、過去世のカードが出ております。ちょっと過去の行いが元で、しんどいというかね、ちょっとなんでうまいこといけへんねやろうみたいなことがあるかもわかりませんので、そこは、根本をちょっと突き詰めてね、過去に遡ってでもいいですし、そこをちゃんとやらないと何もよくなりませんので、目先のことだけやってたら絶対いけないと思いますからね。はい、根本を、こう改善する方法を考えてみてください。はい、8月生まれの方、世界のカードの聖地とザ・ソースのカードが出ております。ソースはまあこの、根底というかね、核心というかね、まあ外に出ていく、外に目をやる、それも大事なんですけれども、まあ核心をきちっと変えていかないと、核心を変えた上で外に目を向ける、今自分がいる世界ですね、その核心を変えていくためには他からの力取り入れないといけないかもわかんないですし、今いる自分のいる世界、今自分が見てる世界よりは外を見ていただいた方が、いろんなことが歯車回り出しますよって意味になりますので、ちょっと視野を広げてみてください。はい、9月生まれの方、戦車のカードの逆位置とアドベンチャーのカードが出ております。ちょっと前に進めない、なんか物分かれ離れた方がいいみたいなことはあると思いますが、それきっかけにしてちょっと冒険してみてもいいんじゃないでしょうか。当たり障りのないことやってるんであればね、冒険しないとやっぱりより大きな結果って得られませんからね、そこはもう一歩踏み出す勇気、冒険する勇気持ってみたらいいと思いますし、うん、そういう感じでちょっとまあ突拍子もないというか、当たり障りのない世界だけじゃなしに、ちょっとガーンと行ってみる、思い切ってやってみる、はい、そういうのが大事やと思います。は
い、10月生まれの方、恋人のカードの逆位とプロジェクションのカードが出ております。プロジェクションはまあ大きい声でというか声を響かせる、届けるっていう意味になりますね。人間関係、これはいいもの、いい人、うまくいかない、ちょっと離れるになりますね。うまくいかせるにはそれはうまくいく方がいいんでね、自分の意見をちゃんと届けてみる。じーっとしててなんでうまいこといけへんねやろ、なんでうまいこといけへんねやろ、これうまいこといきますか、どうですか。僕のところにも結構来られるんですけれどもね、占う以前にいやいや自分でいかなあかんやんっていう部分ね、勇気出してね、はい、そこはもうしっかりと、自分自身が意見を言う、自分自身がこう話し合って、うまいこといかせるために、きちっとね、やってみる。うん、これも、まあ、結構今日そういう人が多いですね。勇気出して前に進みましょう、勇気を持って、新しいことをチャレンジしましょうみたいな、はい、同じような意味になりますので頑張りましょう。はい、11月生まれの方、デビルのカードの逆位置とオーディナリーです、普通っぽさのカードが出ております。まあ自分も甘え断ち切らなあかん、やらなあかんのにやってないことがあるならそれをきちっとやる、めんどくさいことをやる、いらんものは切る、うん、で、切った上で例えばまあね、あの恋愛で付き合って別れてもくっついて別れてそんなのって大体ね結局ダメになるんでね、うん、情があるし目の前にいる人がその人だけなんやったらついついそこに戻ってしまういうこともありますけれども、外見た方が絶対幸せなのでね、うん、悪い縁を切って、まあ切れたことが幸せやっていうふうに自分を言い聞かせてね、まあその人とうまくいけばいいんでしょうけども、歯車噛み合わへん人とは絶対うまいこといきませんからね、うん、で新たなものに目を向けて、ああこうなんか逆にうまいこといけへんかったことは悲しいんですけれども、あこれでやっと普通に戻れるというか、うん、あのまた次のことチャレンジできる、それを幸せやというふうにかみしめてね、また新たなものに向かっていきましょう。はい、12月生まれの方、吊り下げられた男の逆位置と Going with the flow、 流れに身を任せのカードが出ております。立ち上がれますので我慢の時期、これこう出てると吊り下げられて我慢なんですけど、立ち上がれます。ただもう流れに身を任せてね、あたふたあたふたせずに、まあ進んでいった結果として、やらなあかんことをやっていったらいいと思いますので、はい、そんな感じでね、あたふたせずに、まあきちっとやることはやらないといけないですけれども、あの流れに身を任せていったらいろんなこと見えていきますから、良くも悪くもね、悪いことは改善していく、いいことはもう取り入れてさらに良くする、そうしていけばいいと思いますので、はい、考えすぎないように流れに身を任せましょう。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、新しいことにちょっと目を向けていく時期になってまいりますし、ポカポカしてきてね、気持ちも明るくなってくると思いますけれども、はい、梅が咲いて河津桜やったっけ、もうどっか綺麗ですもんね、河津桜が咲いて、いよ早咲きのしだれ桜が咲いて、いよいよソメイヨシノが咲いてまいります。はい、お花が散るまでね、花粉症は大変ですけれども、まあ花見てる人ら、あったかい時にあったかくなって桜見てる人が一番幸せそうですもんね。ああ日本人でよかったな思える瞬間やと思いますので、そういう風にね、明るくポジティブにいたらいいものって入ってきますので、はい、もう少し寒い時期我慢しないといけませんけれども、まあコロナ落ち着いてきたとはいえね、皆さん本当に風邪とかね、季節の変わり目ですので、はい、気をつけていただいて、体調管理だけはなさって素晴らしい1週間にしてください。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。